まあ、6連戦続きだったんで昨日は疲れてましたけど、まあ、今日は球場でみんな楽しく元気よく練習できてんじゃないかなと思いますね。この後はあれです、もう髪がボサボサなんでちょっと髪切って来ようかなと思います。スッキリして、スッキリして、はい、リーグ再開に向けて行きたいなと思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。今があるのは中学っす。それは間違いないですね。すんごい厳しかったんですよ。高校なんか日になんないぐらい、もう二度とやりたくないぐらいの厳しさがあったんで、監督やってる先生も熱いし、ちょうど2年生の時に全国行って1回戦で負けちゃったんですけど、いや僕のエラーだったんですよ、きっかけが。こんだけやっても勝てないもんかっていうのはありましたね。もう悔しいというか情けなかったですね。テレビ見るの好きだったんで、プロ野球あそこでやりたいなってのはずっと思ってたし、高校入る時は165ぐらいだったんでめっちゃちっちゃかったんですけど、プロに一番いけるのはまあ、関東圏内どこかなと、だろう横浜かなと思ったんで、まあ、それも一般入試なんで勉強して横浜一本でプロ行きたい、プロに行きたいっていうことで。キャッチャーですけど、もう自分のことで精一杯だったんで、1年目なんかピッチャーの方も声かけてくれますし、野手も声かけてくれて緊張しましたけど、なんかみんなに引っ張られてゲームができてるなっていう感じはしたんで、でもやっていく中でだんだん優勝争いしてたんで、やっぱりファンの多さだったり稲葉ジャンプとかも間近で見て鳥肌立ちましたし、もうそういうの見ていく中でやっぱりなんかファンの方の声援でやっぱ力出るんだなってのは思いましたね。その場にいたら嬉しいですけど、まあ、冷静になって、まあ、何もしてねえなとか、もっとあれできたこれできたと思うことが多かったんで、悔しいシーズンに優勝したなとは思いますね。まあ、監督からもチームを引っ張っててほしいっていうふうに言われて8番いただいたんで、たくさん、僕、西川さん、健司さんが本当に1年目、僕が1年目の時に若い選手でいたのがその4人だったんですけど、スタメンで名を連ねていく人たちがこう成績出して試合とこう引っ張ってたんで、僕ら出てもミスしようが簡単に言ったら関係ないみたいな、なんでまあ経験詰めたし、そのいたメンバーがその人が入っても試合に勝てるようにしないといけないなってのはすごい思ってます。2000本打ちたいですね、まあ、こんだけ体ちっちゃくて、言うなら飛び抜けてることはないと思うんで、やっぱ野球選手として、でも、まあ、北海道のファンの人のために僕ができることといえば打ち続けることなんで、それを見てもらえたらなと思います。